ということを守備の課題としては挙げています。さあ3対2出る、北川も走っている、北川のシュート、サンタナから北川、ゴールで1点差です。いやカルリーシュニオよく頑張りましたね、まあ、そこからサンタナがかわしに行ったと思うんですけども、北川もよく詰めてましたしね、これはサポーター嬉しいゴールなんじゃないですかね。